ニューヨークを訪れている小池知事は、現地でアダムス市長と面会し、観光分野で東京都との連携を図ることで合意しました。現地時間の午後4時前です。こちらでニューヨークのアダムス市長と小池知事が面会を行います。ニューヨーク市は東京都の最初の姉妹都市で、1960年に提携を結んで以来、都内の学生の交換留学や職員の相互派遣など交流を進めてきました。小池知事とアダムス市長が会うのは初めてで、最新のコロナの状況について情報交換するとともに、経済対策や観光対策の連携について協議したということです。コロナもお互いそれぞれの戦い方を進めたわけですけれども、やはり安心してお互いに観光できるようにしていくことは、どちらにとってもプラスのことになるというふうに思っています。今回の会合で東京都とニューヨーク市で観光分野で連携を図っていくことが決まり、具体的な観光策については今後協議していくということです。